旧外下に開く動物説明書き二次生成物、拓の滝小入道に見られる石中と、石順特徴的なホラー壁形態者の滝小入道は、宮崎県西臼杵郡高千穂町にある国の天然記念物の小入道。宮崎県高千穂町黒似たブラックの石灰岩外下に開口する黒に行った小入道群の一つ。拓の滝と呼ばれる石灰岩旧外は、 西方の大使が岩屋に続く、同一の石灰岩体である。1933年2月28日国の天然記念物に指定された。拓の滝には、拓の滝小乳道のほか、小規模であるが、太古岩小乳道、七位は、ホーム道が開校している。高山南小学校の南側に位置しており、高山南小学校の校門に、 天然記念物記念碑が混流されている。秋元地区に向かう道路より道口までの高距離は75メートル、と歩距離で240メートル。拓の滝小入道をはじめとする黒、新田小入道群の岩層は、石灰岩、チャート、塩基性火山噴出物からなりこれに、砂岩、粘板岩を伴う。洞町は80メートル、道口より、主道は南東方向へ伸びる。 指導は少なくホらゆかは砂岩、小石で覆われている。フローストーンやカーテンなどの二次生成物が発達しているが、施錠管理される前にかなりの洞窟被害を受けており目防止医鍾乳石の多く失った負の歴史を持つ鍾乳道である。道口は施錠されており、管理者である宮崎県高千穂町教育委員会、または高千穂町コミュニティセンターへの申請が、 必要宮崎県西臼杵郡高千補町大座、高山社の基地室、鉱物天然記念物一覧。ありがとうございます。